サルダーニャの紋章アルプの後継。サルダーニャはピレネーサンヤク東部にあるフランス領とスペイン領とに分割された小さな地域。歴史的にはカタルーニャに属している。フランス語名ではセルダーニュ、スペイン語名ではセルダーニャ。カタルーニャ文化圏に属するため、以下の文ではカタルーニャ語表記を翻訳したサルダーニャで統一する。サルダーニャは 面積1 0 8 6 0 7ケ平方メートル、そのうち50.3%がスペイン領であり、49.7%がフランス領となっている。2001年のサルダーニャ全体の人口はおよそ26,500人であった。これは人口密度が24人ケ平方メートルであるためで、西ヨーロッパで最も低い方である。サルダーニャ内にある唯一の都市圏は、 プッチサルダーとブールイコールマダムの間を国境を越えて広がっており、2001年の都市圏人口は1900人であった。サルダーニャは非常に晴天日が多く、およそ1年に3000時間前後の日照時間がある。このためにフランス領側では大規模な太陽光発電計画が施行された。サルダーニャの最初の住民は、 おそらくコバスク語とアキテーヌ語につながる言語を話していたとされる。多くの地名がこれを証明している。紀元前一世紀南方からイベリア人がやってきた。イベリア人の出自は今も諸説あり、一説では彼らはアフロアジア語族の言語を話していたという。彼らは北アフリカのベルベル人から分離され、スペインへ移動し、さらに北進し、 現在のフランス南部まで達したというものである。サルダーニアでは、原住民らが根血を重ね、結果として、ケレテス人として知られるようになった。現地語のカー、またはカルトワイは、石を意味し、コバスク語の石を意味する、ケリーと似ている。ケレテス人はおそらく本質的には、バスクとアキテーヌの血を引いており、イベリア人が、原住民の少数派と根血して成立したのだろう。 ケレテス人は、イベリア人の言語がいくつか混じっても、コバスク語とアキテーヌ語とつながる言語を保持し続けた。イベリア人は、ケレテス人社会の上層部を占めていたと思われている。7世紀頃のヒスパニア・ケレテス人の主要定住地は、領土全体を統制下に置き、ケレと呼ばれた。そしてそれは、現在のリビアの上の丘に建設された。後に、 ケレテス人はローマ帝国の支配を受けるようになり、ローマ人は定住地の名をユリア・リビカと改名し、おびただしい数のローマ人らが移住した。ローマ帝国時代、サルダーニャ地域はパグスリビエンシスとして知られるパグスであり、ヒスパニア・タラコネンシスの一部であった。パグスリビエンシスは二つの地域に分けられていた。ユリア・リビカを含む東部がセッレタニア、ユリア、 西部はセレタニア・アウグスタとして知られていた。サルダーニアの名はセレタニアに由来する。セレタニアとは住民の古名、ケレテスから発生している。ユリア・リビカが進化してユリア・リビアとなり、現在のリビアとなった。ケレテスは非常に遅くまで、おそらく8世紀か9世紀まで自分たちの古い言葉を維持し続けたと見られている。結局土着の言葉は消えうせ。 サルダーニアの人々は最終的にラテン語から発生した言語であるカタルーニャ語を話すようになったが一体のローマ化は極めて遅かった。ローマ帝国末期ユリア・リビカは衰退期に入りその重要性も失われた。この時代の前後にラセウドルジェイの町が北カタルーニャの主要人口集約地としてユリア・リビカに取って変わった。そして6世紀には ウルジェイ氏教座が創設され、サルダーニャはその中に取り込まれた。バンダル族や他のゲルマン民族による領土荒廃後、サルダーニャはトゥールーズを首都とする西ゴート王国の一部となり、アラビア人に征服されるまで続いた。アラビア人たちは実際、サルダーニャに定住しなかった。旧世紀終わりには、フランク族がアラビア人を退け、カタルーニャを支配下に置いた。 スペイン返境領を描いた地図サルダーニャ博領はカール大帝によって設置されたスペイン返境領に源を発する。旧世紀、サルダーニャはバルセロナ博自身が統合する封建領土の一つであった。バルセロナ博はジローナ博、ナルボンヌ博、ウルジェ博も兼ねていた。バルセロナ家のギフレタモー博は三人の息子があり、その末息子ミロ二世を独立した。 サルダーニャ博とした。独立したサルダーニャ博領は、ウルジェー博領、バルセロナ博領、バザル博領、ルサリョー博領、ラゼソ博領と境を接していた。サルダーニャ博領は代々継承されていくうちに、領土外のカプシー、クンフレンをも獲得していった。サルダーニャ博領は事実上、重要な博領となった。サルダーニャ博らは、サントミゲルデクーシャ修道院。 サント・マルティダル・カニゴー修道院といった、キリスト教施設の講演者となった。しかし、サルダーニャ博、ベルナトが1118年に死去し博家は断絶し、博領は、ベルナトのいとこにあたるバルセロナ博ラモンバランゲイ3世が受け継いだ。バルセロナ博は後に婚姻によって、アラゴン王となった。ピレネー条約を締結する、ルイ14世とフェリペ4世。 フェリペの後方に控える王女マリアテレサとルイ14世の結婚が条約に盛り込まれていたフランス領内の飛び地リビアサルダーニャは1659年のピレネー条約によってスペインフランス間で分割された北側がフランス領南側がスペイン領となったルサ領カプシークンフレントも当時フランス領となった現在スペイン領サルダーニャは カタルーニャのコマルカであるバッシャサルダーニャとなっており、首都はプッチサルダーである。プッチサルダーはピレネー条約以前からサルダーニャの中心地となっていた。X はサルダーニャ博が住んでいた地で、現在はフランスのコミューン、ブールイコールマダム村の中にある。X は古代にサルダーニャのことであったリビアと交換されたのだった。 ピレネー条約では、リビアがスペイン領に留まることが決められた。そのためにリビアは現在フランス領内にある、スペイン領の飛び地となっているのである。フランス側のサルダーニャは、ピレネーオリアンタル県の一部となっており、特殊な地位は持っていない。フランス側のサルダーニャ住民らは、自分たちの土地を、セルダーニュフランセーズと称したり、ただ、セルダーニュと呼ぶ。一方、スペインに住む、 サルダーニャ住民らは、フランス側をアルタサルダーニャと呼ぶ。フランス側の主要な町は、プールイコールマダムのほか、スキーリゾート地フォンドムである。ピレネー山脈の立ち行き同様、サルダーニャは、観光に依存する経済である。スパ、スキー、ハイキングは長く人気がある。加えて、セルダーニュ線が主要な観光地となっている。カタルーニャ州内でのバッシャサルダーニャのはバッシャサルダーニャ。 として知られる。ピレネーオリアンタル県内のセルダーニュフランセーズの位置、セルダーニュフランセーズ、または、アルタサルダーニャと呼ばれる。カッ内は、カタルーニャご表記。ありがとうございます。